皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは他人を許す大きな器を持つということについてお話をしてみたいと思います。この言葉はですね、まだ未だに私も実践中の内容ではあるんですけれども、自戒を込めてですね、皆さんと一緒に成長していければいいなと思ってこの言葉を選びました。私が編み出した言葉ではなく、何かで見た時にね、他人を許す大きな器を持つっていう言葉が目に入ってきたので、この言葉をピックアップしてみたんですけれども、他人といえば他人、肉親といえば肉親ですけれどもね、なかなか難しいんですよね。肉親で憎しみがある場合とかですとね、だいぶ私もこういう話をしない限りは日々すっかり忘れている父親の存在っていうのがあるんですが、私の中では結構嫌いな人バーストワンぐらいな人なんですね。こういうことを言うとね、人間できてないなというふうに感じるところはあるんですけど、ただ普段はね、全く言っていてほど忘れている話です。こういう他人を許す大きな器を持つっていうふうになると、なかなか許しきれてないなって感じるのが自分の父親のことなんで、幼少期にいろいろあったので、それによって反面教師で私はそういったタイプの人をどうやって対処をするのか、そういったタイプの人に直接攻撃を受けないように受け流す術を覚えたっていう恩恵も残してくれた人ではありますけれども、許すっていうことはどういうことなのかなっていうのをふと考える時とかもあります。でそこまでひどいレベルじゃない部分においてはですね、どういうふうにして私が感情の処理をしてるかっていうと、少なくともその人は自分ではないということなんですよね。ですから自分の価値観とか考え方と全く同じ思いをその人がしてくれるわけではないので、普通ならこう考えるよねっていう一般的に本当に常識的な話ってあるじゃないですか。世の中の通念としてある、例えば人を殺してはいけないとか、そういうレベルの社会通念です。そういうこういかにも人道的にどうっていうもの以外に関しては、価値観の問題になってくるので、私はこう考えるけどあなたはそう考えないんだねっていうことを合わせてまぐることを受け入れられるかどうかっていうのも、ポイントの一つになってくると思うんですね。これが肉親の場合難しいのは、やっぱりそこにそばにいたりとか血のつながりがあるっていうところでの遠慮がないっていうところも要因の一つになってしまっているかもしれないんですけどね。一般的には本当に普通に触れ合う他人というね、ビジネスで知り合う人とか、場合によっては生徒さんとかだったとしても、どうしても嫌だった場合には、それをやり過ごす、ないしはその人と関わらないという選択肢を持つっていうこともできたりしますよね。ですから他人を許す大きな器を持つっていうのは現在進行形で成長途中でもいいと思うんですよ。ただ自分を押し付けすぎないっていうだけでも一つこう器が膨らむっていうか、許せるね度量が増えてくると、また違ったステージと違った方と会えてきたりとかもしますので、もう一度言いますけれども、私が完璧にできている人間ではありません。だけれどもそういう考えにより近くなるようにと思って活動はしているという自分の視点から今日のお話を伝えさせていただきました。それでは。